どうもシャバです。さあ本日は初期遊戯王のオリパになります。遊戯王2000円オリパということでですね、こちら第1期から第4期メインのオリパになります。当たりリストがこんな感じなんですが、究極完全体グレートモスガナと激レア枠、そしてブルーアイズ、これおそらくレリーフでしょうね。上段はレリーフと、初期のシークレット、そして下の段は初期カードと、2期の、3期ですね、3期以降のレリーフ、そして、いろいろパックもあるということでですね、多分今回パックはなさそうかな、この感じ。はい、プレミアムパックとかついてなさそうなんですが、その代わりね、ブルーアイズとか、レッドアイズのレリーフあたり狙っていきたいと思います。究極完全体グレートモンスター多分当たんないよな。よし、ではやっていきましょう。袋がファンシーだよね。なんか、女の子がね、バレンタインデーの時にクッキーを包むような感じの袋で来ましたが、中身はどんな感じなんでしょうか。可愛いでしょうかね。はい、ではまず5パックですね。先に開けていきましょう。結構枚数入ってるよ。ただ、問題は当たりなんですよね。こっちが当たりかな。で、こっち隠していきましょう。結構いろんなカード入ってそう。おー、サイバーエンドドラゴン。はいはいはい。これ割と嬉しいな。サイバネティックレボリューションの、レリーフですね。サイバーエンドドラゴンよく使ったらこれ貫通するからね。あ、そしてサイバーツインドラゴンとサイバードラゴン。めっちゃ懐かしい。しかも全部これあれだ。サイバネティックレボリューションのバージョンですね。うーわー、この頃が多分一番遊戯王やりましたね。第4期のね。最初ら辺ですよね、確かね。そして残り2パックがサンダーブレイク。これめっちゃ強かった。確定除去です。そして融合解除ということで、このサイバーエンドドラゴンの対象になった瞬間にね、融合解除してサイバードラゴンに分裂するってやり方ありましたね。サイバードラゴン自体がね、本当にね、場に並びやすかった。特殊召喚できるからね。テーマが決まってる感じなんですね、今回もね。よし、では行きましょう。2パック目です。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほい。おー、ラビエルですね。ということ、三元神セットみたいな感じか。あ、カードを狩る死神。うわ、いいな、これ。実はノーマルの方が貴重なんですけどね。やっぱこのスーパーも雰囲気すごいありますよね。はい。そして悪魔の偵察者。懐かしい、これ。この髪型すごいファンキーだよね。よーく見ると髪っていうね。最初は後ろのなんか背景の草が生えてるのかと思ったら、髪っていうね。デーモンソルジャー。うわ！デーモンソルジャーってこんなだったっけ？かっこいい。っていうか強そう。1900、1500。あれこんなだったっけ。なんか初期の弱い雑魚のイメージが強い。あ、デーモンの戦国ですね。そうです。電池切れました。電池切れました。ちょっと不幸ですね。ちょっと不運な感じが危ないですよ。はい、行きましょう。残り2パック。よいしょ。ロード・オブ・ドラゴン、ドラゴンの試合者。あれっていうことはブルーアイズとか来るんじゃない。ドラゴン呼ぶ兵からの攻撃封じ。さ、なんで攻撃封じ来た。さあ、行きましょう。まず1枚が、よいしょ。ブルー。おー、ブルーアイズ来たけど、これあれか。西岸の白竜伝説の方のブルーアイズですね。大当たりの方ではない。ただ、ドラゴン呼ぶ兵出てるんで、2体ともこれブルーアイズって可能性ありますよ、これ。さあ、行きましょう。あ、滅びのバーストストリームね。あったあった、これ全部破壊するんだっけ、相手のカード。まあ、モンスターを全て破壊するってやつですよね、相手のね。これ、なんか一回ね、ロマンですごい使おうとしたんですけど、なかなかブルーアイズが出せずにって感じでね。うわぁ、やっぱ子供の頃はちゃんとカード揃わないからね。3パック目。これ2000円でこれだけ楽しめんだったらいいよね。なんかストーリーがあっていい。推理する感じね。ブラッドボルス。さあ、ゴブリンと突撃部隊。ゴブリンってあれ、海馬だっけ？っていうか、ブラッドボルス。なんだこれは。サンダーボルト。ってことは結構脳筋でこう、ぶん殴っていく感じのカードが来るかな。はい。ジェミナイエルフあたりが来そうですね。よいしょ。行きましょう。ああ、死者蘇生ですね。嬉しいですね。これ初期か。相手が自分の墓場にあるモンスターを自分のコントロールでフィールド上に出せるって。だいぶテキスト変わりましたよね。こう考えるとね。はい。そして、あ、一食い虫か。わあ、いいな、なんかな。綺麗。初期スーパーレア惹かれるものがあります。さあ、当たりは来るのでしょうか。はい。行きましょう。グレイウィング。うん？なんだっけ、これ。2回攻撃できるやつか。ほう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 。スピリットドラゴン。あ、でもドラゴン系で攻めてるな。はい。って感じは、おっと。風の奥義。なんだ、風属性で来てるから。なんだ、風マシン、ヒューガとか来るのかな。はい。おー、ウィナーフォースの、パラレルですね。てか結構なんか、まんべんなく普通に当たるね。てか結構なんか、パラ部分がよく残ってますね、この。おー、ビクトリードラゴンね。一生禁止から帰ってこないようなカードですね。ハッチ戦って言って3回勝負のやつで、こいつでダイレクトアタックを決めると、その、3回勝負なのに、1回勝っただけで勝てるみたいなね。こいつチートでしたからね。じゃあ残りの5パック行きましょう。まだまだ多分当たりっぽいの出ると思いますよ。まだだって来てないからね。うん。大当たりはまだ来てないですからね。はい、ではまたね、推理しながら言っていきましょうか。パロットドラゴン、懐かしいな、これな。超再生力。ドラゴン族系が来るのか、また。はい。竜の激鱗ということで、これは守備標準を上回っていればその分貫通ダメージってやつですが、貫通ダメージってパワー系が来るのかな、高パワー系。おお、サイコショッカー。はい、城之内くんがよく使ってましたよね、これね。エスパーなんだっけ、エスパー龍崎だっけ、あ、違う、それダイナソー龍崎、エスパーなんちゃら、エスパー糸、
エスパーなんちゃらから奪い取った感じのね、カードなんですよね。これのシークレットって意外となんか出回ってるんですよね。はい、そしてエクスチェンジか。いいカードですね。7パック目かな。7パック目開けていきましょう。はい、スーパーオーライオンのレプリカですね。さあ、これは一体ライオンの儀式？まあ、でもウルトラレアなんで、これプレミアムパック、プレミアムパックだっけのやつだよね、確かね。はい。これなんで読めない。戦場と儀式系か。儀式系ってことはサクリファイスだ、サクリファイス。はい、カオスソルジャーのウルトラですね。これも割とね、結構するんですよ、固定パックの割には。はい、カオスの儀式はこちらスーパーですね。ダークセレモニーエディションと、プレミアムパックのやつですね。まあでもまだ大当たりって感じじゃないもんな、なかなかな。大当たり欲しいよ、そろそろ大当たりが。フラワーウルフ、なんか急に弱くなったぞ。はい、大嵐、なんだ、どういうことだ。マジックジャマー、どういうことこれ。なんか魔法破壊とかそういう感じの。魔法系？はい、はい、はい。よしちょっと待って、こっち置きます、はい、やっと来た、やっと手に入ったこれ。レッドハイズブラックドラゴンのレリーフですね。うわ、長かったこれ、本当にこれに関してはめちゃくちゃ長かったですね。やっぱ、レリーフは一番これがかっこいいわ。ブルーアイズもかっこいいんだけどね。やっぱこの集中線具合っていうのかな、この線が、てか全然画面だとわかんない。これめっちゃ近づけようかな。うわー、この光り方はやばいって本当に。うん、これ絶対ね、画面上でも気づかないし、ショーケースの前でね、カードショップのショーケースの前で見てても全然わかんないんですけど、生で見るとやっぱ全然違うよこれ。ほんと輝きが全然違う。サイドローダーとかに入ってないんだね、意外とね。そのまま出てくるっていう。はい、じゃあ、とりあえず大当たりは、まあ出たんでね。うん。レッドアイズ、ブラック、ダークネスドラゴン、まあ、ちょっとレッドアイズデッキ作りたかったんで、黒煙弾とかのね、実はレリーフはもう持ってるんですよ、前当たったんでね。さあ、残り2パックも、ちょっとまあ楽しんでいきましょう。はい、タイムイーターって、なんか謎のやつ来たな。はい、機械族。はい、音量の死体とか、これ、こんな気落ちなかったっけ。はい、召喚されたターンに攻撃できない。あ、永続なんだ。これ絶対デュエマだったら強いね、これね。はい、狩猟の巣、墓地にいる2位のやつを取り除くみたいな。ちょっと待って、なんかこれさ、これなんか裏から見るとさ、なんかちょっと、ちょっと待って、見えないですか皆さん。ここの部分だけなんか、えぐれてないなんか、絵の部分だけなんか、ちょっとイラストの部分だけ、えぐれてるような感じの、はい、ほら、ここの線とか。おそらくレリーフってことなんでしょうかね、多分ね。こっち最後にして、はい、神の宣告ですね。ってことはこれ、神が来るんじゃない？神の宣告からの神みたいな感じの、はい、テンションだと思いますが、でも、神にレリーフはないし、三元神かな？はい。あ、サイバーレーザードラゴンですね。はい、サイバードラゴンの中でもあんまりこれ使ったことないな。フォトンジェネレーターユニットの効果っていうけどね、そのフォトンジェネレーターユニット自体があんまりなんか手札に来ないみたいなことありましたからね。まあこれはちょっと割と難しかったな、使い方がな。では最後のパック行きましょう。ここででも大当たりとか当たったら面白いですけどね。はい、行きましょう。異次元の戦士ですね。はい、これしかも初期ですね、割といいですね。 DD アサイラント、あれ除外系かな、これ。除外系で攻めてくると何が来る。あ、異次元の指名者来ましたね。カオスエンペラードラゴンとか、解脈が来るかもしれない、これ。もしかしたら。はい、奇跡の発掘。はい、これも除外ですからね。解脈の使者、あ、違う、デーコエやんか。なんだ。でも、これはこれでなんか強いらしいですね、割とね。コインの表裏当てて、当たりは相手の墓地のカードすべてゲームが取り除く。外れは、相手の墓地の枚数分自分の上からカードを墓地へ送る。やっぱ墓地送りができるっていうのは強いのかな。はい。っていう感じで最後ね。開脈と見せかけのデビルコメディアンって、ちょっとコメディ感が溢れてましたね。はい。ということで今回はですね、レッドアイズブラックドラゴン。これも個人的にはね、10パックで当たれば超大当たりの部類に入ると思います。まあ他のカードもですね、割といいカード当たったし、なんかストーリーがやっぱある。そのテーマがあって、オリパが完成してるっていうね。ほんとそれがもう何より楽しかったです。今回はトレジャーランクは一体どんな感じになってるんでしょうかね。動画の最後の方にですね、一応遊戯を知らない方のために、価格表示と、まあ評価みたいなことを載せてるんでね、動画最後まで見ていただけると非常に嬉しいです。はい、ということで、もしこの動画が面白かったという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。いやー、やっぱこれだよ。これなんかレッドアイズだね。レリーフは一番これが相性いい気がしてきたっていうとね、まだ炎上するんで気をつけないといけないですけども、はい、やっぱレリーフいいですね。シャマでした。さよなら。